とカエルのお仕事ラジオ。こんにちは、本土カエルです。この番組はお仕事が大好きな私本土カエルが皆さんのいろんなお仕事活動を応援していくラジオ番組です。第16回目、本日皆さんはもう知ってますね。12月12日はいい字一字の語呂合わせで漢字の日だそうです。確かにこの日にいつもやってたんですね。お坊さんが大きな紙に筆で書いてるやつありましたね。なんか今年の漢字はこれみたいなのだけニュースで見たことあったんですけど、12月12日だったんだっていうのに今25年生きてきて衝撃を受けました。今日ですね、今日はな、ね、今年は何なんでしょうね。何でしたっけ、前回が密でしたっけ。なんかよそでそんな話したんですよ。前回は多分密ですよみたいな、なんか意外とそういう字も選ぶんだみたいな、なんか希望とか光だけじゃなくて意外と本当にこの1年のことを振り返って選ぶんだなっていうのに、驚きがありましたが、今年は何でしょうね。今頃もう出てるんでしょうか。私も楽しみにしてますが、この本日のね、12月12日は私本土は桑原さんのイベントに出てます。クワちゃんと一緒に遊ぼう2の夜の部です。こちらに田村睦美先輩と2人で夜の部お邪魔させていただいてます。ますじゃないか、るよよ。多分配信もあったと思うな。配信は多分いつでもピッて買ったら見られるのかなと思うんですけど、どんなことをやるのか楽しみにしててください。お仕事で言うと、あけびちゃんのセーラー服というテレビアニメ漫画原作ですね。本当にすごいすごい漫画です。こちらがもうすぐスタートです。放送1月の8日土曜日かなから放送がスタートするはずです。私は縄城安子ちゃんという役で、出演いたします。そうね、縄城安子もうなんかキャラクターはこんな風だよみたいなのは、公式ツイッターさんで出てると思うんですけども、縄城安子はまああけびちゃんっていう、あけびこみちちゃんっていう主人公、ヒロイン主人公がいるんですけど、その子のまあクラスメートの一人で、クラスメートの中では割と大人びてる方で、スラッとスレンダーなタイプの方かな。で、精神的にもおっとり余裕のある感じで、いつも仲のいい子が一人いてっていう立場の子ですかね。だから結構おっとりお姉さんな感じで喋っておりました。そんな私本土、最近マリアちゃんとクワちゃんにはもうご報告したんですけど、集まり始めました。うわーい。あんなにね、二人が言うもんだから、あんなに二人が私に言うもんだから、始めてみたらね、どうだろうと思ってやってみたんですけど、めちゃくちゃ楽しいじゃないですか。ゴキブリめっちゃいたピュープチッピュー、すごいね、いっぱい走るゴキブリを始末しながら、はい、お部屋がすっきりしたみたいな、モーションもあってね、久しぶりにやったんですけど、なんだっけな、なんか追加コンテンツを私はダウンロードして、そっちもいっぱいやってるんですけど、なんだろう、その追加コンテンツが確か他人の動物の家、他人の別荘を作れるっていうやつで、それがめちゃめちゃ私には楽しくて、今までって多分自分の家をどんな風にしていくかって想像して、家具はこれが必要だからこの季節でこれだけお金やりくりしてとかって多分楽しむんですけど、多分そうね、ログインしてみて1年と8ヶ月ぶりだよ、どこに行ってたのって言われて、もうそんなにやってなかったんだと、そんなに数えてたのあなたみたい、大好きじゃんカエレちゃんのことみたいな、カエレって名前でそのまま言ってるんですけど、思いながらやって、なんかその1年と8ヶ月ぶり、まあ1年8ヶ月前だからどんぐらいやったんだろう、1ヶ月やったのかなってぐらいで1回止まってたんですけど、多分止まった理由が自分の中でどんな島にしてどんな家にしたいかっていうのが全く想像がつかなくて、だから続かなくなっちゃったんですよね。島クリエイトと言われてもな、島は島だからなと思って、すごい人っていろんな作品を再現したりしてて、それを見るのは楽しいけどって思ってた矢先、この
追加コンテンツで他人の、ずっと他人って言ってますけど、の別荘を作れる。でその子たちがこの家具は使ってほしいって3つぐらい提案してくるし、なおかつその家具を使った上でなんか文字で言ってくれるんですよね、こういうのがいいって。そう言われるとなんかあ、めっちゃ想像できちゃうと思って、それがすごい楽しくて。で別荘を作る時もなんだろう、この地図のこの辺にするとか、季節、天気、家の外観で家具も結構揃ってて、多分自分の今の経験とかに合わせて反映されるのかな。だからこの中の家具でその目指してる言葉に寄り添っていくっていうのがすごいはめり込んでしまって、自分の家ほったらかしでずっとやってますね。すごく楽しいです。でもなんかそう、こういう話をしようって台本にメモりながら、なんだろう、あ、これ前にもあったな、この考え方って思って、あ、カラオケだって思ったんですよ。なんか自分カラオケ行ったりすると、なんだろう、自分と関わりのない曲を歌ったことがほぼないんですね。理由は多分どう歌っていいかがわからないから。あ、一緒だって、あつ森でも自分のやりたいこと目指すものがないから作れない。でも他人のイメージがある、いわゆるカラオケで言うと自分のキャラソンとか、自分のキャラが歌ったオープンエンドは歌えるとかっていうのがすごく、あ、似たものを感じるって思いました。はい、そんな話です。12月12日です。いやー、でもね、本当にこのあつ森始めたよってマリアちゃんに言ったら、マリアちゃん飛んでました。は、始めたの、ふにゃの、ふにゃ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 、本当にびっくりしてて、あ、そのマリアちゃんを見て、あ、マリアちゃんこんな喜ぶことあったんだ、そうか、こんな何言ってるか分かんないぐらい喜ぶこともあるんだ、うわ、私もそれ、その反応見られただけで嬉しいよって言って、クワちゃんにも報告したら、マリアちゃんには言ったって言ったよって、喜んだでしょって、めっちゃ喜んでたよ、いつか3人でやろうねって話をして、株の取引とかやろうよって、いいね、人数いればいるだけいい感じだもんねって話をしてやってました。そんな最近です。さあ、では私の話が済んだので皆さんからいただきましたふつおたの紹介に参ります。まずこちら、ラジオネームアンキューさんからいただきました、ありがとうございます。エールちゃん、おっしーおっしー、今期アニメのミエロコちゃんも佳境に入ってきましたね。はい、食べ物とバズるためなら行動力の化身とかす花ちゃんですが、9話 B パートのお化け屋敷は花ちゃんかっこエーレちゃんの絶叫が満載で、喉大丈夫って思うほどでした。はい、人を知れず気苦労の多いミコちゃん、いつも締められてるユリアちゃんとのデコボコトリオはずっと見ていたいです。現場での掛け合いや9話 B パートでの叫び声のエピソードなどあればぜひ聞かせてほしいですとのことでした。ありがとうございます。そうね、ミエルコちゃんね、こう化け物がミエルコちゃんっていう子、まあ、主人公で、ミコちゃんがとある日突然化け物、まあ、いわゆる霊的なものが見えるようになってしまったけど、関わらないためには無視が一番っていうストーリーで、その中でこの9話 B パートお化け屋敷に行きました。で、そうね、このいつもは無視してきた、無視することを頑張って涙目になりながらも頑張ってきたミコちゃんが、お化け屋敷ならいいじゃんって言って、途中から気づき、すごい楽しそうに笑顔でキャーっていう、その笑顔でキャーキャー言ってるのを見たニグレドユリアちゃんは、こいつやっぱただものじゃないって怖がるんですけど、そう、その中でミコちゃんがその気づいて喜びながら絶叫をあげるまでの数分間は、私のキャラ花ちゃんだけがひたすら絶叫を上げていて、すごいカオスでした。もちろん原作読んでもそうだから、あ、来たなこの話数とは思いましたけど、実際収録現場3人一緒に撮れてたんですけど、しばらくマイク前私だけ立ってたんでうーん、出番が来た、キャー、次はどうかよ、ギャーみたいな、どうすれば成り立つかななんて、こう基本ね、キャーギャーイヤーってのが続くので、数分間そこはなんかどんな風にやってったらいいかなって考えましたね。そうね、なんかまあその中でも、なんだろう、このミエルコちゃん、そのキャーもそうだし、結構なんか怖いとこと遊びどころがいいバランスで、何話だったかな、私のゆりかわはなちゃんが
なんだ、鼻歌をずっと歌いながら朝の支度をし学校に登校するまでを描いている話数があって、その鼻歌がずっと作中でいう身振り映画、スタジオ身振りみたいな、伝わります？ブリ無理じそうそれなんですけど、だからこう台本には崖の上のふんみたいな、風でお願いしますとか、お散歩してくださいみたいな、いろんな鼻歌のこうイメージがあったりして、で一応参考までにってこう音源というかこう URL とかいろいろいただいて、もう知ってるよって思いながらも改めて聞いて、でもとは違う風で、でも分かる感じでお願いしますってあって、それが作中一番難しかったかもしれないです。なぜならば多分ほぼ誰しも知ってる曲、あの有名なサウンドたちを思い出しながらでも違う風にするってすごい難しくて、例えばお散歩的なあれはふん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 みたいな、なんだこれって思いながらやっていて、でも最初は1回目撮った時はちょっとぽすぎるんでかもうちょっと変えてくださいってやって、必死に汗水垂らしながら、んここで音階を変えるなんてやって、どうやったらいいかなってこう頑張りました。そう、それをあの、巫女役の、ソラさんは笑顔で後ろで見てましたうん、すごい楽しんでくださって幸いでした。だからね、そんな風に試行錯誤している作品でございますね。そんな裏話がありました。見てくれてありがとう。続きまして、推しネームライオネルさんからいただきました。ありがとうございます。エールちゃん、お仕事お疲れ様です。お疲れ様です。東京ドールズの特別イベント、お疲れ様でした。お疲れ様でした。エールちゃんが出演されていた3部含めて一日中東京ドールズに浸らせてもらいました。にっこりありがとうございます。私が東京ドールズをプレイしていたのは1年程度でしたが、その短い間でもさくらちゃんの投票イベントを回したり、その結果ルーキー賞をいただけたりと、本当に思い出の残る素晴らしい作品でした。たくさんの出演者に囲まれたイベントでしたが、当日の思い出等ぜひお聞きしたいですとのこと。ありがとうございます。そう、プロジェクト東京ドールズ、このコンテンツはまあサービス終了を発表し終了し、でその終了してからちょっと空いてからのもうまあある意味ラスト的な感じのイベントになったんですよ。で本当になんか、まあ、限られた数の方々が現地で一緒に見てくださって、空間を共有してくださって、で他にもたくさんの方たちが配信を見ていただいたんですけど、そうなんか私は一番最後の3部だけ出演、声優陣として出演したんですけど、1部と2部もあったので、本当に文字通り1日中、現地の方々、配信の方々見てもらったのかなと思いますけど、なんだろう、私自身プロジェクト東京ドールズとしてのイベントとなると何年ぶりなんだろうってぐらい多分ぶりで、今まで本当にいろいろお披露目、なんか記者会見じゃないけど、なんかうちうちのプレスイベントみたいな、こういう作品が動き出しますっていうのがあったり、コラボカフェがあったり、もいろんな思い出があるんですけど、そう久しぶりに出演させていただいて、でこの時は声優陣、4人 5人って言えばいいのかな、 MC の方も含め5人と、あとはあの舞台もやってたんですけど、このコンテンツ舞台版の方々が結構な数いらっしゃって、それが私はすごく嬉しかったです。でしかもこの特別イベントの中で、なんだろう、こう挑戦と題して、こう舞台役者さんが、俳優さんが盾を実際やってくれて、こう巨大な剣とかハンマーとかを持って戦う、そんな作品、舞台だったんですけど、その生で見たことが私なくて、その動きを初めて目の前で、まあ、自分の桜役の方だったりとか他の役の俳優さんたちが動かれて、あんな重そうな、めちゃめちゃでかいんですよ、本当に嘘みたいにでかいハンマーをひょいひょいひょいってやってんだけど、めちゃめちゃ盾なんですよね。あれすごいなって思いましたし、で声優陣でもお二人それに実際挑戦されてて、めちゃめちゃその姿が私は好きで、もう好き勝手やってる方と、なんか本当にキャラと同じ身長の鈴木愛理さんとか、背の低い役で鈴木愛理さんも低くて大体等身大で、あ
実際あの役はひよちゃんって言うんですけど、ひよちゃんって実際多分こんぐらいぴょんぴょこするよな、あんなでかいハンマー持ってるからっていう風にも見てたし、それが感慨深さもあり、あこれでラストなのかっていうのもあったし、そのイベントの中で2曲かなフルバージョンを皆さんにお聞きいただいたり、こう音源として流して聞いていただいたりもしたんですけど、歌を聞いてもらいながら、なんだったかな、私たちもこう一緒にその場で聴かせていただいた方の曲が、私たちの後ろのモニターにすごい映像がわーって、今までの思い出、舞台やアニメのいろんなイラストとか映像が流れて、で曲も本当に今までありがとうみたいな、そういう曲で、なんかすごいうーって泣きそうになっちゃって、泣きそう、もう一滴こぼれたかなみたいな。でもそのイベントめちゃめちゃぎゅうぎゅうなんですよ。その第3部人数めちゃめちゃいて、大丈夫です、みんなあの検査しました、で検査して大丈夫な上でやってるんですけど、すごい人数だったので一個一個拾い始めるともう多分みんな帰れなくなっちゃうぐらい本当にだったので、その楽曲をみんなフルを多分その場で多分初めて聞いて、でお客さんも初めて多分聞いてて、でもそこはさっと行かなくちゃいけない、でそこはあの MC 兼声優陣の明坂さんがさっと指揮してくださるんですけど、やっぱああいう時というのは非常にもどかしいですね。ひーって思ってるんだけど、さあお聞きいただきました、次のコーナーは、次はバラエティーじゃんみたいな、バラエティーそう、その気持ちの感じも、あーラストなんだなっていうのは感じましたね。本当にその時間をね共有してくださった皆さんは嬉しい、私も嬉しいし、やっぱなんか泣いてる人もいたんですよ。結構皆さんの顔が見ることのできる、そんなイベントのスペースだったので、あ泣いてるって思うとなんかまた自分ももらえそうになっちゃったりして、そんな自分との戦いもありましたね。ありがとうございます。あラスト、じゃあ一番上のこれを読みます。推しネームひかみんがさんからいただきました、ありがとうございます。本田さんお疲れ様です。お疲れ様です。はあ、ついにパチンコとじのみこの情報が出てきましたね。ね、新規イラストや新規ボイスなどもあって実機で遊べる日が今から待ち遠しいです。私はパチンコをあまり詳しくないのですが、本土さんは刑事に続いて2作品目それとももっと出演されていましたっけ。収録はアニメよりもスマホゲームとかに近い感じなのでしょうか。収録の時の感想やエピソード言える範囲で教えていただければ幸いです。ではではとのこと、ありがとうございます。発表されたんですよ。私はこう多分正式なんて言ったらいいのかな、このパチンコのこの会社さん先方さんがこう公式ツイッターの方でこう一番最初にとじのみこを、我が社のパチンコでこう始まるよって来るかと思って、さあ引用リツイートの準備はできたってやってたら、確か一番最初の方に出たのが、パチンコとじのみこ江藤かなみ、なんかそのパチンコの用語があるんですよ、なんか性能はこうであるみたいな、これはなんてつぶやいたら、で十条日和はこう、山瀬舞こう、難しいと思って一回見送って、いつかなってこう見ていて、なんかね感慨深いですよね。まあそう、さっきご紹介した、ライオネルさんのメールの、プロジェクト東京ドールズとこのとじのみこはゲームは同じ日同じ時間に、まあ、サービス終了になったんですけど、そこから一つパチンコという、未来が開かれたっていうのは想像は全くしてなかった世界なので、うわとても嬉しいなって、そういう風にこうコンテンツとしてお声掛けいただいたのは嬉しいなとスタッフ目線で思ってるんですけど、そうね、私はちなみにパチンコとしてはどうなんだろう、パチンコって多分結構作り始めて世に出るまで結構な時間がかかるものだと思うんですよね。いろんなこう、まあ、検査とか審査かなとかいっぱいあると思うんで、で、まあ、確かに形状もやってきて、あととじのみこもやってきて、で他にもいくつかやってるんですよね。多分4つぐらいパチンコ系は私やってるかなと思います。だからやっぱね、なんかそう面白いですよね、こうパチンコならではのセリフというかあるじゃないですか。なんだったかな、
なんかグイグイじゃないけど、なんかそういう言葉あるじゃないですか。やったことは私もないんですけど、だからかなみちゃんとしてなんだっけな、連打とか、連打はわかるんですよ。なんだったっけな、なんか熱血じゃないけど、なんかそういう多分いい時に流れる短いコンパクトな言葉が、なんだっけ、誰かパチンコをやる方いますか普段、なかなかないか、なんかあるんですよね。うわーちょっと今悔しいな。なんかそうパチンコの言葉があるんですよ。あ、そう、格変とかグイグイしか出てこない、グイグイじゃないんだけどあるんですよ。だからその言葉を、だから普段の会話では絶対に使わない言葉を江藤かなみとして喋るっていうのが私はすごく面白くて、本当としては面白い。まあかなみはかなみだからそんな面白いとか思ってないけど、冷静に見た時に面白いなこれって思ったりもして、やっぱこうパチンコならではのこうなった時はこういう演出ストーリーがありますねみたいなところも撮らせていただいたりもしたので、いやーぜひ皆さん機会あればぜひ遊んでみてほしいなと思いますね。いやー行ったことない世界だからな、収録こそするけどね、どんな風に皆さんに受け入れてもらって、だからパチンコから入る人もいる可能性があると思うと非常にコンテンツとしては嬉しいなと思ってます。そんな感じかな、言える範囲とりあえずは今のところ。またおいおい皆さんの感想も含め話せていけたらなと思っております。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。本土楓のお仕事ラジオ、今日のコーナーはこちら、お仕事の流儀。さあこれは皆さんがなりわいとしているお仕事のテクニックやコツなど独自のお仕事の流儀を教えてもらうコーナーですよ。今日はどんなのが来てるんでしょうか、ご紹介していきましょう。まずはこちら、とある木材好きさんからいただきました。お仕事の流儀、作業場は綺麗に。ほう、なんでしょう。本田さんこんにちは。こんにちは、僕はこの春から木材屋に就職した木材屋見習いです。おお、木材好きが就職したんだ、すごいっすね。中学1年の時に手に取った本がきっかけで木材に興味を持って丸8年、今年で20歳20歳になりました。おめでとう。就職するまで隔週くらいの頻度で通い続けた木材屋の社長は僕の師匠です。繋がってる。そんな師匠によく言われたのが、作業場は綺麗にでした。綺麗な作業場で作業することで怪我も減る、気持ちよく作業できる、お客さんが来た時にも不快な思いをさせることがないなど、いろんなメリットがあります。ではではですって見習いたいものだ。いやでもすごいですね、一体どんな本がきっかけでこの丸8年中1から隔週木材屋に足を運んで、何してたんでしょうね。 DIY 的な自分でものづくりをしてたのかな、それとも木材の香りを嗅ぐとか木目を数えるとか。すごいことですね、20歳になって。いやでも本当作業場は綺麗にね。皆さんの作業場はどうですか。まあ仕事場にもよるか。本土としては本土の作業場っていうと、例えば今ですか。今はどうだ、今は綺麗じゃないですか。読んだ台本、これからの台本、読むメール、読めなかったメール、ああ綺麗ですね。そうね、アフレコ現場とかを作業場とするならば、私はそうだな、どうかな、なんか私は物を地面床に本当に置きたくないタイプ人間で、でも別に潔癖症って言われると全然潔癖じゃない、部屋は結構汚いですけど、だから例えば現場に椅子が一つ、座って収録する現場で椅子が一つって時はすごい浅く椅子に座って後ろに全てを置きます。絶対に置くものかって後ろに全部背負って作業場に挑む、そんなことはあるんですけど、そうだよね、オフィスを構えてたりとか作業場が決まってる人って結構大変そうだな。物は増えてく一方だろうしね。でも素晴らしい心がけだと思う。確かになんか作業場ね、
木材使うってことは刃物もきっと使うし、ほんと怪我なくこれからも頑張ってください。皆さん作業場は綺麗にでございました。素敵です、ありがとうございます。続きましてラジオネームキノピリウスさんからいただきました。お仕事の流儀、気分はイタリア人。お、ボンジュール OK? ボンジュール、学生時代にピザ屋さんでアルバイトをしていました。いいね。と言ってもいわゆるデリバリーではなく、お店の中で食べるタイプのやつです。なんかすごそう。そのお店ではお客さんが来店した時はいらっしゃいませボンジュールのと言ったり、帰る時にはありがとうございましたグラッツェと言ったりするだけでなく、何番テーブルにピザ運びますみたいなこともイタリア語で言ったりしてました。なんて言うんだろう、そこで僕はもっとイタリア感を出そうと思い、テレビのイタリア語講座を見たり、イタリア語学習の本を買ったりして、イタリア語の発音などを勉強していました。もう気分はイタリア人です。おかげでお客さんにもお兄さんのイタリア語なんか本場っぽくていいですねと褒められることもありました。ですって、いらっしゃいませボンジョルノ、すごいな、そんな風な、なんか素敵ですね。なんか本当に来店した側もきっと、あーイタリア感じるわって言って、味も何倍も何倍も美味しく感じるんだろうなって、なんかその努力をキノピリウスさんは学生時代にしてたんだな。なんかでもなんだろう、我々の仕事にもちょっと近しいものを感じましたね。なんか全部が全部ではないけど、やっぱ役が例えばこういうことをする子とか、こういう方言使う子とかだったらね、現代はいろんな動画とかがあるから、そこでまあ本格的にとはいかないけど、いろいろ自分なりに調べてみたり研究してみたりして、ある意味役作りにこう合わせていくとか、そんなことはありますよね。生っぽいお芝居を求める現場だったら、生っぽいとは何ぞいと思いながら、まずはドラマを見ようみたいな、ドラマを見てみたりとか、私たちで言うそういうことかなって思いました。うん、いいね。今は何してるんだっけ、キノピリウスさん。キノピリウスさん、ありがとうございます何してるんだろうって思ったけど、こんなこと一人でつぶやいたって何にも続かないなって思っちゃいました。すいません、ありがとうございます。ぜひそのピザ屋さんに食べに行きたいものでございます。さあ、じゃあもう一つだけご紹介いたしましょう。ラジオネームうどんにけんちんさんからいただきました。お仕事の流儀、一人の時間を作る。僕の仕事はとにかく頭も体も使う仕事です。へえ。昼は外に出て、夜は何時に帰るのか分かりません。へえ。玄関で居眠りするくらいには疲れがたまります。相当だよ。だからこそ一人で休める時間を一番大切にしているんです。帰ってきたら仕事のメールは見ない、仕事の失敗は忘れる、美味しいご飯は食べて、好きな本を読んで、好きな勉強も進める。えら。そして7時間は寝ておく。偉すぎ。不器用で仕事を抱え込むことが多いからこそ、区分けをしっかりしておくことで仕事に集中しやすくなります。ただ体力面ではすでに多少のごまかしは効かなくなっていて、早めの転職を考えているのですが、はいはい、何の仕事してるんだっけなこの人、教えてくれたことあったかな、お手紙とかで。うどんにけんちんなんて名前からは想像もつかないくたびれ感。うどんにけんちんはなんか優しそうな名前だよ。大丈夫？いや、過労はほんとシャレにならないので。ねえ、過労は怖いよ。舐めちゃいけない。多分玄関で居眠りってなかなかよね。玄関で居眠り。ねえ、なんか漫画とかでは見たことありますよ、そういうの。でそこから気づいたら異世界に行ってるとか、職場で眠いな、何時何分まで眠ろう、起きたら転生してるみたいな。いやいや、ダメ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 、うどんにけんちくん、君はしばらくこの世でいろんなアニメを見なくちゃいけないんだ、応援してくれおいらを、ぜひね。そうか、でも一人の時間を作るのは本当に大事だと思う。私もそういう時間ぜひとも作りたいもの。7時間眠るのは本当に偉い。そんな、でもそれだけね、自分をコントロールできるあなただから素敵な転職先見つかるはずです。頑張ってください、無理しないでね。というわけで、いろんな方のこうお仕事の流儀を教わりました。皆さんもぜひ参考にしてみてください。以上、お仕事の流儀でした。さ
て、そろそろお別れの時間となってしまいました。はあ、いろんな話をしたな。一人の時間は大事だよ。なんか私も最近ね、なんだろう、あれはなんだ、例えばそう最近こういろんなショッピングモール的な百貨店とかに行ってクリスマスグッズを探す日々があるんですよ。言ったことありましたっけ、ここで。ないかも。最近本当に今年急にクリスマスグッズ絶対に欲しいちゃんになってまして、だからなんだろうな、オーナメントとか売ってたら、ツリー型だけ買おう、ツリー置く場所ないからせめてこれだけ買おうみたいな風に探してるんだけど、最近ね、その強い照明の場所に行くとすぐクタクタになっちゃうことに気づき、年を感じました。タクシー乗る時も最近はこうタクシーの、助手席側の後ろ、背もたれのなんか後ろの席に見える場所にモニターがあるタクシーが多いんですけど、だから夜乗った時に夜の暗い、なんだろう、景色と目の前の高校と光るモニターの差で、うん、作りろんってなる自分に気づき、大急ぎでモニターをオフにするという作業を最近してます。得意になりました。はい、皆さん何の話だっけ、まあ、一人の時間とかね、自分に向いてる過ごし方とかっていうのね、見つけられるとなんか器用に生きていけるのかなって思いました。自然大好きだ、やっぱすっぽんぽんなのかな私って、やっぱあの世界は向いてたなと思いました。いいラジオだな。まあそんなコーナーの私ですが、これからもいろんなコーナー、ふつおたなどお待ちしております。お便りの宛先はこちらです。ポンアットマークセイグラドットコム、 PON アットマークセイグラドットコムです。さあ皆さん、また再来週お会いいたしましょう。さようなら。